車線が変わるのは電車通りの大橋通り交差点から県庁前交差点までの西向きの区間です。この区間は現在3車線になっています。一番北側の通りが右折専用、さらに通勤ラッシュの時間には南側はバス専用になり、実質的に直進車が使えるのは真ん中の1車線となるため混雑が発生していました。明日からはこのように車線を2つにします。バス専用レーンはなくなり、これまで区間全体にあった右折専用レーンは高知城前と県庁前の2つの交差点の直前のみとなります。新しい車線の運用は明日午前6時から始まる予定です。